お疲れ様です。どうも、どうも、ジャラ君です。何読んでんすか？これすごいっすよ。年収1000万円を超える企業術、高橋正樹。なんか企業はするんですか？いや、しないっすしないですけど、面白い、面白いっていうか、この高橋さんを知ってるわけじゃないですか。知ってる人だから、うん、その人がこういうのを語ってるっていうのが面白いなと思って過去を知ってる人がこういう本を書いてるから、あ、面白いなと、自分のそれをこういうふうにこうかっこよく書いてんだなっていうのが面白い。なるほど、うん、文章的にも面白いですしね。すごいですね、これね。読みやすいですね。読みやすい、本当に。まあ俺本読むの好きなんでね、もともと。似合わないでしょうけど、趣味読書とか書くタイプなんで。読書、うん、まあそんなにいいやつ。何の話ですか？エコキュートでしょ。そういえば、うん、エコキュートがね、今ガンガン値上がりしてて、はいはいはい、円安もあるのかな、なんかわかんないですけど、とにかく大丈夫なのかな。もともと高いじゃないですか。高い。かなり高くなって、今後皆さんが買えなくなるんじゃないかってちょっと心配してるんですけど、その辺どうなんですか？実際値上がりしてってんのはもう確実で、本当に値上がってるんですよ。中の人ももう何年、3年目とかになるでしょ、本体、うんうん、でやっぱ10年過ぎてきたら交換時期になってくるし、今のペースで値上がってったら10年後ってもうやばいでしょ、はいはいはい、倍どころの騒ぎじゃなくなっちゃってるからやばいなって恐怖する、その気持ちは分かるんですけど、安心した方がいいっすよ。みんなよく本当に言ってくるんですよ。エコキュートも超値上がってるし、相次いでるから、もう去年も値上がったし、今年もまた値上がったんですよ。しかも値上げ幅も半端じゃなくて、1万円とかじゃなくて 10% とかさ上がってんね。40万とかするような本体で 10% 4万とかでしょ。いや、かなり上がってはきてるんですけど、さっきそれもポロッと言ったけど、もう歴史的円安だから今もうビビるくらいのね。でパーツだってやっぱ外国で作ってるし、言い方悪いけど戦争みたいなさ、ああいうのまだやってる限り全然落ち着かないんですよね。初っ端のスタートはやっぱコロナでパーツなくなったりとか、そういうのもかなりあって、いろいろ不況の波は、ああいうのは物作るものに関してはね、全ての業界でやっぱあるだろうし。だってエコキュート値上がりましたとかって言ってるけど、そんなのより深刻なものがどんどん今値上がってるでしょ。だってポカリスエット値上がるらしいよ。まずいでしょ。サウナの後どうすんのって話でしょ。アクエリアスに変えるんですかって。オロアクでしょ、オロポがオロアクになっちゃうわけでしょ。でもね、実際オロアクだとか、なんか そういうのいっぱい出てる。ありました。そうだよね、そういう風にしないとさ、だから値上がった時にやっぱり人間ってバカじゃないから対処する方法だってあるし、メーカーさんだって売れなくなって困るのはメーカーさんだからね。一番なんとかして安くしようって、売れなければ安くする努力をするわけであって、皆さんの方で値上がっていくからもうどうしよう、買い替えた方がいいのかなとか、もう今のガス給湯器に変えた方がいいのかなとか。逆だよね、そのガス給湯器だって値上がってんだから気づいてないだけで。で、その熱源って呼ばれるお湯を作るもの、給湯器だよね。給湯器ってもう今や家に絶対なきゃいけない状態で、それを電気にすんのかガスにすんのか、こういうにするのかを皆さんが選んでるような段階じゃないですか。ガスがその近くまで本館が来てなければプロパンガスにするのか、石油にするのか、灯油にすんのか、あとは電気にすんのか、そういうのをみんなで選んで購入してってるわけであって、その中のどれかは必ず入れなきゃいけないってなった中で、全商品値上げしてんだから、別にエコキュートだから不安になるとか、次交換するときにとんでもない金額になってるんじゃないかとか、俺は考えすぎだと思うんですけど。実際今エコキュート使ってるじゃないですか。年間でガス給湯器使ってるときとエコキュート使ってる時って金額どれぐらい差生まれてるかって分かります？はい、もうガス給湯器使ってたんだったら分かるんですけど、新築でもうエコキュートだったらでしょう、分かんないですよ。ざっくりしか出ないし、絶対正確な数値って出ないんですけど、人によって使い方違うから、うん、それこそ東京ガスの単価とかも分かんないからあれですけど、大体ですよ、全国でこう平均的に見た時にエコキュートにしてる人とガス給湯器にしてる人って、だいたい年間ね、5万から6万ぐらい差出るんですよ。で、それは電気の方が安いのね。ガスの方が5、6万やっぱり高いんですよね。うん、なんでそういうのをこう考えた時に、本当に自分は今電気でお得になってんのかとか、電気だと実はお得じゃないんじゃないかとか、あと10年とか20年使って交換するときにたった5万円年間の差でね、10年間だと50万の差になるわけでしょ。で、50万の差でエコキュートって本体が何十万する、給湯器だと何万で買える、だからこの差って埋まるのかっていうのは本当に自分で考えなきゃいけないことだから、それに関しては俺も何とも言えないけど、でも
エコキュートを使ってるから今損してるよとかそういうのは全然ないから、それは安心してもらっていいと思うんですね。あと今後エコキュートだけ爆発的に値上げしていくっていうのはないから、今まで値上がってなかったのが不思議なぐらいだから、こんだけ補助金とかガンガン出てるのに。なのであんまり気にする必要がないと思いますけどね。なんで安心して使ってもらっていいっすよ、はい、うん、なんでそんなエコキュートやめたいなと思ってたんですか。うーん、やめたいなってことはないんですけどね。でもなんかお湯の威力弱いって言ってたよね。そう未だにやっぱりうーん、そんなに強くないのと、あとねやっぱ2人なんだけど冬とかお湯溜めるじゃないですか、はい、で2人使うと目盛りがねあと1目盛りとかなっちゃうから、あ今のところいいけどなんか今後困るかなとかね。多分ねセンサーがあるから、今までこう中の人が使ってる1週間の記録とか2週間の記録を読み込んで貯める量って日々変えてんだよね勝手に、エコキュート自体は。だからそれが例えばその1メモリしか残ってないっていうのを2週間とか繰り返していけば、その次の日からはメモリがちょっと余裕出るぐらい余るぐらいまで貯めてくれたりとか、自分で勝手に賢く変えてくれるんで、それは、うん、安心しててもいいと思う。湯切れがもう3日連続で起きたとかそういうレベルになってくるとちょっと話変わってくるんだけど、ちょっとセンサーおかしくなってたりする可能性あるから。そういうとね、友達を呼んでホームパーティーをして、うん、湯切れたでしょ、テントサウナをねバルコニーでやったりとかすると10人ぐらい来ちゃうんですよ、はいはい、シャワー浴びたりする、もう湯切れ10人来て湯切れすんのはどこの家でもするね。するするする、それはするよ。困った、それは困るわ。自分たちが入れない10人でシャワーはみんなまずいでしょ。やばいですね、それ海水浴場レベルだよ。海水浴場の帰りのシャワーレベルじゃんそれ。まずいよ10人は。満タンに貯めても無理だと思うよそれ。持たないと思うんですね。なるほどね、面白いですね。まあ呼吸とは安心してもらっていいんじゃないですかね。だから中の人は湯切れしやすいとか1メモリになりやすいのって、外でやっぱりサウナで風呂ばっかり入ってくから、お家の中であんま入んないから、だからエコキュートが学習しないんですパンタって。なるほど、あこの人はどうせ家の中では入らないからあんま沸かさなくていいや、もったいないし電気代みたいな感じだと思うよ。2週間ぐらいデータ見るからね、短いところで1週間だし、長いメーカーだと2週間見るから、そういうので平均値とか出したり、日曜日は多めに貯めようとか勝手に判断するぐらい頭いいんで、まあ俺らより頭いいからエコキュートの AI とか、すごいんで任せた方がいいっすよ。逆にあんまり作りすぎないでやってくれてるってこと。そう一番省エネなやり方でやってくれてる、変な設定してなければ、うん、たっぷりとか満タンに貯めるとかそういうボタンをわざわざ押さない限りはお任せの省エネモードになってるんで、それは安心してもらっていいんじゃないですかね。でもエコキュートの値上げはね、言ってた、うちの会社でもやっぱり大変なことだから、お客様に売れる安い金額っていうのがね、底値が上がっちゃってるわけだから、定価上がると。まあでも定価サイドでさ、5万とか6万とか値上げしますって言われても、仕入れる時って1万円も上がってないから、うん、だからそんなにお客様にあからさまにもう目に見えてさ、うわ10万高くなったわとかそういうのは思わないと思うし、全然補助金で賄えるぐらいの値上げなんで、そこは全然安心してもらっていいと思いますけどね、っていう感じかな。エコキュートに関しては俺は本当にいい商品だと思うんで、お前それこそパナソニックの工場行ってきた時もエコキュートの仕組みを一から全部もう一回聞かされたわけさ、うん、いややっぱすごいなと思うよ。なんでね、あれは今後絶対伸びていく産業なんで、皆さんもぜひお家にエコキュート導入してる人はやめてね、ガスにしたりとかせずにそのままエコキュートでね継続して使っていってあげた方が環境にも優しいしいいと思いますけどね、っていう感じで。いかがですか、これいい本なんで、これもぜひね、よかったら皆さん、年収1000万円を超える起業術、これね、起業しない人は読んでもいいよこれ、うん、俺今読んでたんだけど、あこの考え方いいなって思うっすよ。それね、エコキュートで起業してみようかな。誰が、中の人は、うん、どう思います。全力で応援しますよ。エル君が工事してもらってね。ああ工事やるの俺だね、管理。いやいいですよ、工事でもいいんですけど、あそれが注文が入ったらディレクトに振ってちょっと手数料いただく。ああそういうこと、うん、ああなるほどね、集客します。ああきついんじゃない、それで起業は難しいんじゃないかな。ちょっと待って勉強します。そうだね、俺さっき内容さらっと読んだけど、はい、これの中身が全く反映されてない意見が今来たからちょっとびっくりした今、全然反応できなかったんで、ちょっと読み直しだね、はい、高橋さんに申し訳ないから。そうです、いや読んだ方がいい、これは今の起業はミス起業だね、完全に。気をつけてください。体調どうですか皆さん今。そんなことより俺皆さんに聞きたいのはそっちですね。
体調、体調、風邪ひいたりとかさ、他の人風邪ひいたりしない。夏で今ね体調崩しやすいかもしれない、冷房、うん、暑かったり寒かったりするじゃないですか実際ね、うん、昨日ね泊まったでしょ、はいはい、ホテル冷房21度でかけてて、うん、で寝ちゃったんだね、うん、寒くて、そうだね、2時3時起きて冷房消して、多分それだねこの鼻声は、うん、完全に俺ダメだね、寝ちゃうんだね、よくないよあれ、うん、自分なんか27度ぐらいにして寒くなって消して、で暑くなってまたつけて、ああなるほどね、2人の間取って25度ぐらいでつけっぱが一番いいんだろうけどね、ちょっと昨日は失敗したね完全に、ちょっと風邪ひきたくないならちゃんと行動を改めないと、みんなも気をつけていただいて、俺みたいに入院しないように気をつけてください、季節の変わり目なんでね、ということでエコキュートはこのまま使っていただければ必ず将来いいことあると思うんで、という結論でよろしいですかね、はい、はい、じゃあ俺まだ勉強あるんで、すいませんけどこの辺りでまた次の動画でお会いしましょう。デラケンでした。バイバイ。I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand.